コンパクトディスク、コンパクトディスク、CD とはデジタル情報を記録するためのメディアである。光ディスク規格の一つでレコードに代わり音楽を記録するためソニーとフィリップスが共同開発した。現在ではコンピュータ用のデータなど派生規格の普及により音楽以外のデジタル情報収録、画像や動画などにも用いられる。音楽 CD については CDDA も参照。コンパクトディスクの外見は直径 12cm または 8cm 厚さ 1.2mm の円盤状でプラスチックで作られている。プラスチックの材質は一般的なものはポリカーボメートで他に APO、希少質ポリオレフィンやガラスを使用したものもある。読み取りには780メートルの赤外線レーザーが用いられ、 照射したレーザー光の反射を読み取る。レーザー光を反射させるためコンパクトディスクは鏡のような役割を持ち、レーザー光を反射する厚さ約80メートルのアルミニウム蒸着膜と厚さ約10マイクロメートルの保護層、レーベルなどの印字膜の複数の層を重ねた構造になっている。ディスクには細かいくぼみが彫られており、このパターンによって デジタル情報を表現している。このくぼみ、読み取り面から見れば出っ張りになるオピットと言い,い、ピットのない部分をランドという。ランドの部分に当たったレーザー光は反射してそのまま戻ってくるが、ピットがある部分に当たったレーザー光はランドからの反射波と位置に波長の位相差を持つため渡るして打ち消し合い暗くなる。この明暗により、デジタル信号を読み取り、これを アナログ信号に戻して音声として出力する。ピットの幅は0.5マイクロメートルで、長さは0.83マイクロメートルから0.3マイクロメートル単位で3.56マイクロメートルまで9種類。ピットから次のピットまでの距離も同じ9種類である。またピットの列をトラックというが、このトラックは1.6マイクロメートル間隔で、内側から外側に向かって渦巻き状に並んでいる。 CD の虹色のような光沢は、この規則正しく並んだトラックで解説した光が干渉することによる構造色である。データをピット列として記録するには EFM という変調方式が用いられる。また誤り訂正は、による。短いバーストエラーからの誤り訂正を行う符号として、リードソロモン符号を提案したは、フィリップスの CD 開発チーム責任者である。 コンピュータのデータ保管等、1ビットの誤りも、許されない用途には追加の誤り検出、訂正が行われている。音楽用途の場合、企画上デジタルの PCM 形式で最大79分58秒、99トラックの音楽が記録でき、また1トラック中には99インデックス、1決め標識を設けることができる。2000年頃までのプーヤーは、 インデックスサーチできるものが多数存在した。現在でもインデックスが記録されているディスクは多数存在する。特にクラシックがサーチができる CD プレイヤーがほとんどなくなってしまったので、インデックスが記録されたディスクを持っているユーザーは不便を感じているようである。記録層にアルミニウムの代わりに金を使用したものもあり、ゴールドディスクと呼ばれる。近年は インターネットによる音楽配信やストリーミング配信が増えてきていることもあり、次世代オーディオメディアへの置き換えは進んでいない。作除や DVD オーディオが登場したが、音楽供給媒体としては依然として CD が主流である。上から印刷層、保護層、反射、記録層、樹脂層で記録層の部分は、 印刷面から10マイクロメートル、0.01ミ、mm、リメートル、10層から約1.2ミ、mm、リメートルのところにある。そのため、印刷面からの衝撃に弱く、鉛筆やボールペン等、フェルト以外の油性マーカーで記入を行うと記録層にダメージが加わり音飛びなどの症状が出ることもある。最悪の場合を見込めなくなる可能性も考えられる。印刷層側に深い傷が入ったり、 湿度の高い場所に放置すると、記録層を除き反射層までが剥がれることがある。ちなみに、DVD の記録層は、印刷面からも、樹脂層からも 0.6mm、ブルー、レイディスクでは、印刷面から 1.1mm、樹脂層から 0.1mm である。レーベルのデザインによるが、2012年現在では、反射層と印刷層が、 穴の部分まで拡大されたものが主流となっている。一般に販売されている CD のほとんどは円形だが、商用音楽 CD など、記録済み CD の一部には円形でない CD が存在する、ドリームキャスト版、ギルティギア X 特典 CD 等。レコードでは表を A 面、裏を B 面と呼んでいたが、CD には1面しかないので、 ポピュラー音楽の CD シングルなどの場合はレコードでの A 面曲に相当するものをタイトル曲、B 面曲に相当するものをカップリング曲などと呼び分けている。後者は、をカップリングしているを意味する英語のを短縮した C、W と表記されることもある。ただし、タイトル、兄弟曲を二曲以上入れた CD シングルは CD で、あっても両 A 面、トリプル A 面、 マルチ A 面などという呼び方をすることが多い。1枚のコンパクトディスクは、ディスク全面を使った場合、CD-ROM 形式の場合、12cm ディスクは、約650から 700MB、8cm ディスクは、約155から 300MB の容量を持つ、1MB イコール1024、1024バイト。CDDA 形式での収録時間は、 約74分80分である。コンパクトディスクは 650MIB では約33万3000セクタ、700MIB では約36万セクタからなる。1セクタは2352バイトで、1セクタあたりのデータ容量は CD-ROM で2048バイト、CD-DA で2352バイトである。CD-ROM は CD-DA より 厳密なエラー訂正が必要となるため、2352バイトのうち304バイトをヘッダやエラー訂正などに割り当てていることから CD、D より容量が少なくなる。一部では800ミブを超える容量のものもあるが、一部の機器では読み取れない場合がある。なお、この650ミブという容量は以下の計算式によって求められる。CDDA 形式では、 音楽データをサンプリング周波数 44.1kHz、ビット深度16ビット、チャンネル数 2.0CH ステレオで記録している。1秒分の音楽データを44,100回に分割し、1回あたり16ビットを費やして記録している。このため、1秒分のデータ量は1644,1028イコール176,400バイトである。 これが74分だと176,400。6074イコール7億8,321万6,000バイトとなり、これは約747ミブとなる。全領域に音楽データだけを記録するならこれだけの記録が可能だが、CD-ROM の場合はエラー訂正用データ等が入るため、 使用できる容量は7億8321万623522048イコール6億8198万4000バイトとなり、これが約650ミブとなる。記録トラックの幅を狭めれば容量は増やせるが、古い音楽 CD プレイヤーには稀に74分。記録された CDR は再生できても80分。 以上のものは再生できないという互換性の問題が存在する。2003年に策定されたガイドラインハイキャパシティレコーダブルディスク1.0に代用していない CD プレイヤーでは長時間 CD は再生できない。CD 初期の最大収録時間74分42秒が決まったいきさつについて開発元のソニーによれば以下の通りである。開発の過程で カセットテープの対角線と同じで、人に適合する 11.5cm、約60分を主張するフィリップスに対し、当時ソニー副社長で、声楽家出身の大賀ノリオが、オペラ一幕分、あるいは、ベートーベンの第9が収まる収録時間、12cm、74分を主張して調査した結果クラシック音楽の95%が75分。 あれば一枚に収められることからそれを押し通した。その大きな要因となったのが指揮者のカラヤンであった。開発当時、大賀のリオは進行のあったカラヤンに 11.5cm60 分と 12cm74 分との2つの規格で二社卓一の段階に来ていることを話すと、カラヤンはベートーベンの公共局第9番が1に収まった。 方がいいと提言した。指揮者によって変わるが、カラヤンの第9は約63分69分であり、ほとんどのヒストリカル指揮者による演奏時間は60分を超えていた。結果的に74分、最大80分も可能という収録時間は、1951年にライブ録音されたフルトベングラー指揮のいわゆるバイロイトの第9。 演奏時間およそ74分32秒や、それに匹敵する長さであるカール・ベームや、レナード・バーンスタインの演奏も、コンパクトディスク1枚に収めることが可能になった。この話は、オーガがフィリップスを説得するために、カラヤンの名を引き合いに出したという見方があるが、カラヤンが音楽媒体のデジタル化を望んでいたことは事実である。最大収録時間の長大化に当初ソニーと、 フィリップス社が難色を示した結果、近年の CD ボックスは100枚組や200枚組のように横長にかさばりながら販売を続けている。また、8CMCD、CD シングルの最大収録時間は約22分程度である。これは CD ビデオのオーディオパートとビデオパートを分けてそれぞれ開発した際に由来している。 8cm というサイズはケースに収納したとき、レコードのシングル版ケースのちょうど半分のサイズとなるため、小売店でレコード用の棚を使い回せるだろうと考えたためで、ある。現在の収録時間最長の音楽 CD は、マーキュリーレーベルに、ザンクト、フローリアン・アルトモンテ管弦楽団、レミバロー、四季が録音した、ブルックナー、公共曲第3番、 GRML99,044 の8分03秒である。A と2、14モジュレーションが定めた、規格上は97分26秒まで可能であるが、ヤマハ他のメーカーのドライブはすでに99分59秒まで対応し、100分収録を歌う CD-R 商品もすでに発売されている。2017年現在までに 990MB の CD-R まで開発されたので、理論上は 990MB をすべて使い切った114分26秒がコンパクトディスクの最大収容量になる。一時期にはソフトウェアにオーバーバーンモードまで設けて、990MB まで対応することを謳った CD、R ドライブもあった。音楽 CD、CDDA 形式の再生時のデータの転送速度は等倍速で1倍速。 約 176KBS。他に3%程度時間情報などのサブコードがあるを基準として、最大記録時間は 640MIB のディスクで約72分。実の上限は73分54秒ほど、650MIB のディスクで約74分。実際の上限は75分6秒ほど、700MIB のディスクで約80分。実際の上限は82分ほど。 最新の 800mb のディスクで約90分、実際の上限は93分度、非公式の 900mb のディスクで約100分、実際の上限は104分1秒ほど、非公式の 990mb のディスクで約110分、実際の上限は114分26秒ほどとなる。この音楽 CD の一倍速を基準として、ディスクのデータ転送速度を表すのに、 倍速という言い方をする。当初から音声、映像記録媒体として開発された。物理フォーマットは先に決まっており、音声記録ディスクの論理仕様が先行して、策定された。少し遅れて、ビデオ記録用として、CD ビデオが策定されたが、普及しなかった。後に、データ記録用として CD、CD r o m ビデオ記録用として、ビデオ CD などの論理仕様が策定された。 これらと対比して音声記録ディスクを CDDA という。さらに記録にピットを用いずにレーザーによる媒体の物理的変化を利用して同等なデジタルデータの書き込みを行う方式が開発された。CDR はエンドユーザーがデータの追加記録ができる。また記録してしまった領域を取り戻し空き領域として記憶領域を再利用することができない CD。 R に対して CDRW はデータの消去を可能にし書き換えができる。CD の技術を踏まえて音質の向上、あるいは著作権管理機能の強化を目指したディスク媒体の開発が引き続き行われている。オーディオ分野で実用化されたものとしては、スーパーオーディオ CD、削度、DVD オーディオなどが開発されたが、 どれも CDDA を代替するまでの普及には至っていない。CD の寿命としては、上着した反射膜の寿命、基板となるポリカーボネートの寿命、そして CDR の場合には、色素の寿命の観点がある。全般として、直射日光や高温、多湿を嫌う。現在、スパッタリング法によって、アルミニウムの反射膜を形成する方法が主流と、 なっているが、アルミニウムを用いる CD は環境にもよるが、20、30年が限度と見積もられており、現在長期的な保存を可能とした製品の開発が急務となっている。その一方で、メーカー側などでは80年前後保存が可能とする主張もある。なお、反射膜に金を用いた場合、100年前後保存が可能と見積もられているが、 コストの問題など解決しなければならない課題がある。安価なものは印刷、反射層が端から剥がれてきたり、水分が反射膜に浸透してアルミニウムが錆びてしまい、反射の機能を失うなど、単寿命のものが多い。CDR では記録面に真夏の昼間の日差しを当て続けると色素が変化し、読み込めなくなったり、質の悪い媒体の場合には蛍光灯に含まれる。 紫外線で変化するものもある。また、高温、多湿の環境に置くと、ごく短時間でも印刷、反射層が、端から剥がれてくることがある。ディスクに用いられるポリカーボネートは湿気に合うと、下水分解する欠点があり、徐々に白濁していく。これにより、情報を読み取るレーザーが通らなくなり、情報を読めなくなる。ディスクの寿命としては前日の反射膜や、 色素の寿命がよく取り沙汰されるが、環境によっては、ポリカーボネートの透明度で寿命が定まる場合もある。なお、この欠点を積極的に活かし開封後、数週間程度で剥奪するように製造された媒体もある。これにより、音楽や映像のソフトウェアを再生できる日数を制限する。温度や湿度変化の影響が、比較的少ないガラス製の CD が開発。 発売され、保存性の改善が期待されている。2008年には、液晶パネル用のポリカーボネートを使用した、スーパーハイマテリアル CD、SHMCD とハイクオリティ CD、HQCD が開発、発売。さらにブリューレイディスクの技術を応用した、ブルースペック CD も開発、発売されている。コンパクトディスクの使用、企画は、 対象とする範囲や目的によって複数の規格に分かれており各規格基準書の表紙の色によってそれぞれが呼び分けられている。以下、規格名、対象範囲。この記録メディアにコンパクトという言葉が使用された理由はフィリップス社の意向によるところが大きい。開発段階でフィリップス社が提示した試作品は コンパクトカセットの対角線と同じ直径 11.5cm で名称の一貫性が図られていた。ただしその後、ソニー側の提案で収録時間を延長したため、実際には直径 12cm となった。また、レーザーディスクの総本山がフィリップス社であり、そのディスクサイズが 30cm だったことにも由来する。これは、 LP の大きさを参考に設計されたためである。その後の技術革新で、各種記録メディアの小型化、高密度化なども進んだ。しかし、スーパーオーディオ CD、DVD、DVD オーディオ、第三世代高ディスク、ブルー、レイディスク、HDDVD などの光ディスクはいずれも、直径12センチメートルであり、円盤の大きさはほぼ規格化された。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。